M203 グレネードランチャーは、主に M16 アサルトライフルや、M4 カービンに装着される 40mm 敵弾発射器である。重心下に装着されるほか、ピストルグリップとストックとサイトを装着して、単体でも使用可能である。単発5層、四条の敵弾発射器で、装填はアルミニウム製の重心を前方にスライドさせて行う。 対応弾種は 40X46mm グレネード弾で、榴弾、発煙弾、照明弾、三弾、催涙弾、演習弾がある。照準は、至近距離では、ハンドガードを上に装着されたリーフサイトで 400m までの射撃では、キャリングハンドル横に装着されたクアドラントサイトで行う。1967年から1968年に、 かけてアメリカ陸軍と契約したアーイ社が開発を行った。ベトナム戦争に投入されていた銃型の M79 グレネードランチャーと当時試験採用されていたコルトの重心化装着型の XM148 グレネードランチャーの実績を踏まえたものであった。1968年後半に試験型の XM203 が完成し、1970年に アメリカ軍により、ベトナムでの運用試験が行われた結果、採用となり、M79 の後継装備品として導入された。生産は、当初は、アーイが言ったが、1971年以降はコルトが、ライセンスを取得して製造している。1990年代に数度の改修を受け、M203A1、M203A2 へと発展している。現在、H&K 社が、 M320 グレネードランチャーを開発しており、米軍の M203 を更新する予定である。M16A1 に装着された M203。左側面のボタンを押しながら、闘身を前方へずらして解放し、訓練弾を薬室に挿入する様子。標準型。M16A1、M16A2、M16A3 に対応した12インチ重心である。専用ハンドガードに固定され、 通常は使用者レベルでは分離しない。M16 本体のハンドガードを丸ごと置き換えて装着する。主に M4、M4A1 用で、重心長は9インチである。QD 機能を持ち、下部ハンドガード、または RIS 仮面を外して装着する。カナダ軍は C7 に M203A1 を装着して使用している。M203A1 を M16A4。 MWS 用に重心を12インチにしたもの。ナイツアーマメントの M5RIS に合わせて設計されている。蒸気以外の銃に対応したモデルの総称で、ステアー・オーガストや H&KG3、H&KMP5、さらにはアカムや AK-74 などにも装着できる。M203 のコピー、または改良品は、少なくともトルコ、韓国、ブルガリア、 ヤンマーなどで製造されているようである。下記のグレネードランチャーは M203 の派生品である。m 2 0 3イを装着した、k a i 8 8 m 2 0 3イを装着した SAR2185 式を装着した86式ふやり。リーフサイトが引き起こされている。以上の重機に対してサービスが行われている。ありがとうございます。